皆さん、こんにちは、大地です。えー、今日はね、いろんなタイプのコーチのコーチングを受け続けるっていうことが大切じゃないかなっていう話を、えー、してみたいと思います。ていうのはね、あのー、この間ね、久しぶりになんかコーチング見せてもらった、えー、コーチがいてね、まあ見てもらいたいっていうか見たんだけど、でだいぶスタイル変わっててさ、コーチとしてのね、スタイルが。で、まあ率直にフィードバックしたの。なんか全然話聞かなくなったね、つって。<laughs> ひどい言い方だけど、まあでも本当にそうなわけ。 で、コーチングってね、話聞かないのはね、必ずしも悪ではないんですよ。なんか、変に話聞いて、そこの深みにはまっていっちゃうんだったら、もうとっとこうね、深追いしないでね、あの、視点切り替えていった方がいい時もあるんでね。でも逆に、いやいや、ここもうちょっと聞いてみたら面白いこと起きるのになっていう時もあって、だからいかにそのバランスを取っていくとか、状況に合わせてね、その両方使えるかっていうのが本当は大切なんですよね。で、だけどね、 やっぱり、なかなかその両方のバランスを取れてね、いい形で関わってくれるコーチって必ずしも多くないから、やっぱり聞きすぎなコーチか、もしくは聞かなすぎなコーチに当たっちゃう可能性があるんだよ。で、いくら継続セッションを受けてても、やっぱり自分のコーチが、こう、ちょっとバランスを変えてるとというか、どっちかに偏ってると、自分もその影響を受けちゃうことってあるんだよね。もこれ、しょうがないもん <laughs>。しょうがないよね。そういうもんだよね。 でだからどうしたらいいかっていうとやっぱりいろんなコーチと接していろんなスタイルのコーチングを受けてるっていうことねでその中でやっぱりバランス取っていくっていうのが多分大切だと思うんだでスクールに通ってたりとかトレーニング受けてる期間ってやっぱそういうこともあるしあと先生がやっぱりすごくいろんなこと言ってくれるからねいいかもしれないけどでやっぱりそうじゃなくなった時に自分がバランスよ,バランスよくねそのコーチングを体験できたり、えー、いろんなスタイルを体験できるって環境を自分で作ってあげないと結局なんかねいや ずっとコーチングを誰かのコ,けけコーチってまあねなんでコーチなのにコーチング受けない人がいっぱいいるのかちょっと私からしたら謎でよく分かんないんだけどね、えー、みんなもっと受けた方がいいんだけどでもねいずれにしても一人だけ受け続けてるっていうのも必ずしもバランスい,いい話じゃなくてやっぱりむしろバランスを書いちゃうんだよね。 まあ、受けないよよ、りははマシるかにね。だからどうしたらいいかって言ったら、まああのカジュアルにいろんな人のコーチングを受けながらで自分はもっとどの要素を取り入れたいかなとかそれぞれのコーチングの良さみたいなところっていうのをやっぱり体験するような機会をなるべく持ってた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。 ぜひあの環境を自分で用意してあげるしかない。で自分で用意した環境の中で自分が生きていくことになっちゃうんでぜひねなんかいろんな種類のコーチングを体験できてバランスよく自分が成長できたりとかあとはねなんか変に偏りがこう生まれないような環境っていうのを自分に用意してあげるといいんじゃないかな。ね、なんか素朴な意思にやってても環境によってねバランスが悪くなっちゃう人たちも出てくるからもったいないんじゃないかななんていうお話です。ということでぜひね。えー 理想のコーチを見つけるというよりかはいろんなコーチの中から、ね、学んでいくということも検討してみてください。それじゃあまたバイバイ。